マジであるぞ俺。ちょっと待って、ビビドラ先生やばい、ビビドラ先生やばいけど、ちょっと耐えてほしい、マジ耐えてほしい。何かの手違いで、待って待って待って、バルーンが先行してる、バルーンが、あーっつって、ちゃん。はい、ということで今日はですね、こちらボーバル使っていくんですけども、まあ今このデッキでめちゃくちゃトロ上がりまして、まあね、昨日ぐらいかな使い始めて2600くらいやったかな、やったんですけど今3100と、はい、めちゃくちゃトロ上がりましたね。はい、なんで今日はね、この爆盛りした、このボーバルですね、まあこれ前回っていうか、まあ、ちょっと前にもね、まあ、紹介したんですけど、これマジで強いんで、今の環境にぶっ刺さってますね。はい、やっぱヤユキが、ヤユキバルーンがちょっと熱いですね今の環境。ということでやっていきましょう。さあ来ましたとか言ってたら遅延スケラ来たわ、どうしようこの人遅延スケラの人なんですよね。いやマジちょっとハゲちゃうかもしんない。遅延スケラとかさ、マジでいないんだよね。でも本当にね、昔やったらマジめちゃくちゃいたんだよ。けど今全然いないですね、遅延スケラ。もうほんまに使ってる人ごく一部なんで、まあ当たったらまあまあしゃあないかぐらいの気持ちっすね当たったらしゃあないぐらいの気持ちっす。はい、遅延スケラもうね、譲るぐらいの気持ちじゃないと無理っすね。はい、さあ行きだめましょう。まあただ相手はね、そう、大体最近の遅延スケラってブラスターなんで、そう、あのね、あれを刺すんですよ、ディガーを刺せば、まあ、ワンチャンはあります。はい、まあ、ただバルーンはね、基本やっぱね、施設取るんでいかれちゃうんで、まあ何してもみたいなところありますね。さあ一旦のケツナイトかな、一旦後ろのナイト帰って、まあスケラはね、リトプリで守るのが一番、まあ、理想ではあります。はい、でまあすることない D が行きますが、これすることない D が行ってあげて、はい、これで、あー、ベビードラと、いやマジナイト行かないで、行かないで、線踏み込めないで、行ってるそれ、あ、行ってないわ、完璧だ、めちゃくちゃいい。さあリトブリード、これスケで守ってあげて、さあポイズン、まあ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 全然 OK ですね。どうせベビドラしてるんで、まあ、このポイズンはちょっと美味しいか。うん、することないですね。雪玉いきますか、することない雪玉流しといてあげて、で多分ナイスビーズボンバーとかかな、あ、リトブリなんだ、これボム出しておきますか。でまあここちょっとすることないですね、まあ相手が、あ、まあやっぱそうっすね、ボンバーですよね、まあそんな気はしてた。はい、まあ、なんで、まあ、矢の雨打ってあげて、まあ、進化ボンバーで近畿できたら結構幸せですけど、幸せではあるけど、まあ、むずそう。むずそうなんで、これは、これだけで守れたりしないかな。守ってほしい。お願い。あー、OK、OK、OK。はいはいはい。耐えてはいる。耐えましたね。で、まあ、これに多分もう一枚、そうですね、ベビードラカー、OK、OK、OK。来るんで、まあ、これはボムタワーで、いや、ディガーか、いや、ボムか。さすがに。一発、あー、惜しい。さすがにボムか。ボムでいきますか。マジでバルーン刺さんないんでね本当に刺さんないんすよ。いやまあ進化を刺すか、これ進化を刺すしかないな、正直。いやワンチャン悪くないそれ。いやほんまにケツバルーン行く俺、もう俺そんなやからにはケツバルーンしちゃうからね、普通にケツバルーンしちゃう、禁忌しちゃう、普通に、普通に禁忌してあげる、普通に禁忌してあげて、はい、でまあこれは矢の雨でチュチュチュングしてあげて、はい、で禁忌絶対マストの、はいはいはい、いやマジであるぞ、普通に禁忌できたならみたいなところあるよね。はいはいはい、でまあこれは逆に俺も相手ブラスターだから逆に近畿できひんかったね、逆にね、はい、逆にですね。これ雪玉じゃあ矢玉目打ってあげて、わーうまい。ただこれ雪玉で一回ふわってしてあげて、まあ逆サイなんでね、許容できます。はい、これは許容してあげて、はい、美味しいですね。で、あー打ってくるんだ、打ってくるんだったらみたいなとこあったね。はい、じゃあまあこれバルーンでやってあげて、で相手ね、多分ね近畿しようと思ったらむずいんじゃない、むずそう。ブラスターで近畿ってできるんかな、どうなん、ブラスターで近畿ってできるん、結構シビアじゃない、あーまあさすがにか、はいはいはい、まあただディガーのダメージをコツコツさしていくと、うん、まあここは高めリトプリかな、どうせ ボンバーとかやってくんじゃん、来なかった、はい来なかった、いや来ましたね、やっぱりそうっすよね、はいはいはい、でこれ矢の雨でチュチュチュンしてて削らしゃしていただいてもろて、はい、でまあこれはディガーでやりつつの、はいはいはい、で右は許容かな、右許容してあげて、これボンバーをマジで、ボンバーじゃない、あのディガー削りで飯食う、はい、ディガーと矢の雨でマジ削っていくよ。でナイト出して、でもう一回かな、相手にまあポイズンここで切らしてちょっと美味しいかなぐらいの気持ちでやりますか。はい、でこれは、速攻矢行きっすね。で相手これね、トルネ切らざるを得ないんですけど、このタイミングやったらキングにもせんない、多分高めなんで爆破入りそう。いやー強っ、ブラスターが強いわ、ブラスター強い。さあこれこっちの、はいはいはい、でこれボム置いといてあげて、これはボム置きつつの、はいはいはい、あポイズン美味しいな、それそれ美味しいな、ちょっとちょっと美味しいぞ、いやマジ美味しいぞ。おトルネ切ってきたぞ、はいはいはい、いや
ある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 、マジであるぞこれ、マジであるぞ俺。ちょっと待って、ビビドラ先生やばい、ビビドラ先生やばいけど、ちょっと耐えてほしい、マジ耐えてほしい。何かの手違いで、待って待って待って、バルーンが先行してる、バルーンが、あっ、あ、マジで勝てちゃうんだよね。いや、これ爆破入ってるか、入ってないね。待って、あいつやばい、あいつやばいけど、いや、いや大丈夫だ。でこれ多分トルネ来るから、こっちで、はいはいはい、あ、トルネ来ない。じゃあヤユキ回してあげて、さあ勝てるぞ、遅延スケール勝てる時が来たワンチャンがありました。いや、まあ進化ボンバーか、やっぱ近畿資産ちょっとでかいっすね。これキング起動したのと、相手がなんかちょっと墓石ミスりましたね。いや、でかい、あ、いや、よかったっす。いや、ブラスターだからっていうのと、あと進化ボンバーだから全然ワンチャンありましたね。はいな、勝てちゃいました、遅延スケール。いや、つえーな。さあ来ました、パルサちゃん来ました。この人ね、はい、ラバルフリーズです。ラバルフリーズなんでちょっと怪しいか。いや、でもね、フリーズが嫌なんですよね。別にラバルに関しては全然いいんだけど、フリーズがちょっとね、やっこいいんですよ。やっぱパキーンってされて、ほなどうしようかってなるんで、まあしっかり逆サイド攻めてあげてあげないとっていう感じですね。よろしく、ありがとう。うわー、なるほど、もう速攻ありがとう言ってんだけど、えぐこいつ意味わからんやろ、よろしく返したらありがとうってなんやねんこいつ舐めてやがるな、ほんまに、ほんまにこいつはもういてこますからな、マジでやってやるわ、ほんまに。まあ、これはちょっと待ちつつの、相手がラバなんで、相手がラバなんで、マジでね、これ動くとちょっと渋いんで、ディガー出してラバ来た時もう泣きたいんで、この手札だと。だから、まあちょっとラバ見てから行きたいっすよね。か、まあ相手がユニット出してから行きたいところである。うわ、なるほど。まあ、チンパンすぎだろ、さすがに。いや、これでフリーズ来たら、もう俺、ドカチン行くよ。まあでも、さすがにかな。さすがにっすね。そうっすね。はいはい。まあ、これは美味しい。さあ、裏ディガー行ってきて。で、多分これね、スケドラやと思うんですよ。そう。うん。でもこれ結構入ると思うんで、はい。これ雪玉で遅延させてあげて、こんな感じで。ファンって。フリーズかな、フリーズ、フリーズすらも使わない。え、もしかして右ラバ来る、来ない。え、来ないんだったらみたいなとこない、うん、来ないんだったら。ちょっと美味しいか、あ、ちょっと美味しいかそれその攻めちょっと美味しいか、うん、これ守れますね。いや、めっちゃ美味しいぞ。相手なんか血迷ってんな。で、これナイトに絶対対応してくるから、今インドラースキルラバーだから、多分ここにゴブリンかな、おそらく切るんじゃないかな。ゴブリン切る、切らへん、無視、あー、やっぱ切るよね、そうだよね。まあだから、まあこれはこれだけで流してあげて、で今このタイミング相手の陸受けないんで、これはね、はい、生き得なんですよ、ディガー。行ってあげて。で、まあ、多分ね、無視してくる。で、だから、結構ね、いい感じになりそう。で、リトプリカ行きますか、これ。で、リトプリサイクルで、まあ、ボブ回すって感じですね。はい、これ先行させてあげて。はい。まあ、こういうやからね、はい、先行させるのが、やっぱね、まあ、お得にね、受けれるんですよ、こんな感じで。で、矢の雨で、これ、しょれたら幸せだけど。わー、めっちゃいい。あ、マジでいいわ。あ、マジでいい。あー、もう気持ちよくなれるな、これ。これ。マジ気持ちよくなれる。いや、逆サイ来るか、これ逆サイ来る可能性は全然ある。さあ、怖い、逆サイ怖いよ、逆サイ怖いけど、進化スケがモコ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 と、よ、ちょっと待って、ほい、こっちおいで、はいはいはい、あと24秒でしょ、24秒はいけるでしょ、24秒耐えれなかったことなんかある、ないよね。はい、これ端前止めて、でこれ矢の雨打てばいいけど、まあ、あえてのね、さあここやってあげて、はい、であとは時間稼べ勝ちなんで、まあ7秒あれば多分落ちないですね。オッケーオッケーオッケー、はいはい、雪玉で遅延とかさせておいてあげたら、なんならね、これね、2周回ってくるんで、こんな感じで、あー気持ちいいね、これこれはもう初動な相手の意味やからん、端前バルーンが効いてるわ相手やらかしてる、普通に。いや、いかついだろよ、初動端前やっぱ5コスバルーンでね、大カウンター食らってたね相手。いやー美味しいね。さあ来た、お、ヒロットだ。この人ね、ディガーウォールメーカーからめっちゃうまいんだよね。ディガーウォールの人なんで、まあただ多分トルネ入ってないんですよね、おそらく。おそらく入ってないんで、まあでも勝ちたいかな。多分マジアチャ入ってそう。なんかね、この前見た時はマジアチャ入ってました、おそらく。おそらくね、おそらく入ってました。はい。まあただ、マジアチャはありそう、めちゃくちゃ。ありそうで、いやー、打ってこない。なるほど。まあこれ一旦ディガーですね。ディガー行ってあげて、さあこれで、あー、ナイト、ナイトスケ、まだわかんない、ディガーっぽいかな、わからん。まあ一旦これポイズンあったら、まあ打ってくるだろう。打ってこない、あー何これ、怪しい、めちゃくちゃ怪しい。バルーンか、バルーンなのかこれ、
バルーン説ない？普通にバルーン説あるよね多分。バルーン説ありますよね。よいしょ、はい。いやこれで竹ずれたりしん、あーするよね。そうそうそう、はい。いやただ残るんだよね、相手のあれだけ残るんだよね、はい、よいしょ、はい。まあどうせここなんでね、はい、もうこういうやからどうせここにしかやってこないんで、で俺も雪玉あるんで、これは雪玉で落ち着いて守ってあげましょう。はい、これで爆破すらも入れたくないって感じで、オッケー、素晴らしい。入った？入ってないの多分。うん、入ってないですね。オッケー、うん、これミラー対決っすね。はい、あのバルーンミラーなんで、バルーンミラーね難しいんですけど、まあなんかバルーン刺すってよりかまあディガーを刺すっすねやっぱり。いやもう本当にそうなんですよね。なんかそうバルーン基本的にやっぱ刺さないんで、まあリトプリだから刺さるか、まあ刺してもいいっすね、刺してもいいけど、さただちょっと美味しいか。ちょっとこのバルーンは美味しいか。あーなるほどね、これどうする、一旦ナイトか、これナイトが正解な気するわここに。はい、でまあ打ってきたらちょっと美味しいか、爆破でいけますね。さあ来た、このタイミングちょっと熱いっすね、ちょっと熱い。で進化スケーション、だから多分このディガーには何もできひんだよな相手、このディガーには多分何もできひんから、そうそうそう、これディガーがフリーで入って、でバルーンもありますよと、で雪切って右の、矢の雨か、はいはい、爆破入るか、ちょっと入りそう、熱い。この爆破ちょっとでかいっすね、爆破がね結構ねチリツモなんですけど、これだけでダメやろ取れるんでね、ちょっと美味しいっすね。でこれバルーン行きますか、バルーン行ってあげて、でまああのリトプリにまあこれね当ててあげたいですね、はい、しっかり当ててあげて、はい、で矢の雨で、飛ばしてあげる、でここスキルかな、スキル打ってあげて、よいしょガーディアンしてあげて、はいはいはい、で多分このタイミングここら辺にスケ来るんちゃう、あ来なかったけどもリトプリが入りそう、あー惜しい、ただ爆破入ってるんで流れはめちゃくちゃいいっすね、流れはめちゃくちゃいい、うん、一発、まあまあまあここは、お、なるほど。こっちないとですね。で、うわー、やってきましたね。俺もこれ、ケツバルしましょう。で、リトプリサイクル生かしてあげたいですね、これは。相手も多分リトプリサイクルなんで、ここはこんな感じで守る。で、多分ここにディガー来る。はい。よいしょ、スキル打ってあげて、こんな感じで守りつつの、OK。いや、めっちゃいいよ。めっちゃいい。素晴らしい。はいはいはい。これ守れますね。よいしょ、はい。素晴らしい。でここマジ2周目いきますか、ここは2周目行ってあげて、で進化スケか、これ進化スケ来るか、あ来ない、まだだね、ここ矢なめとくか、矢なめっときますか、これディガーがフリーで入ってる、これディガーフリーで入ってるんで、さあなんなら爆破すらも相手入れたくないはず、ただ入れてくると、はい、これ進化スケっすね、進化スケ入れて、で多分ここら辺にディガーかな、そうっすね、はい、でここ延命っすね、もう延命してあげて、で雪玉までいっちゃいっすね、これ絶対に爆破入れたくないんで、でリトプリの勝ち合いで頑張って頑張って、死んで、逆に死んでくれよほんまに、いやでもいい感じにダミアラ取れてるんで、さあこうディガー飛ばしてあげて、はい、でこれね、こんな感じで溶かしてあげる、で多分ここねディガーがそう来るから雪玉まで来るんかな、後ろ矢の目か、はいはい、さあこれは雪玉と思ったけどちょっと渋い雪玉出してもうたな、まあ、ただ、ここはこんな感じで、守りつつの、さあ雪玉っすね、防衛で打ってあげて、いやこここうだ、あーまあまあまあ、いやでもこれは雪玉でホッてやってあげるといい感じに、いや素晴らしい、めっちゃいい、で相手その位置あれだから、さあここはディガーっすね、はい、ディガーを刺してあげましょう、ディガーを刺してあげて、はい、よいしょ、はいはいはい、いや熱いよ、だいぶ熱いよ、だいぶ熱い、で矢の雨打ってあげる、いやーいい、あとはこれさあ君当てれるかなっつって、てん、はい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 、でここで雪玉打ってあげて、でやだめと、オッケーオッケーオッケー、はいはいはい、まあまあまあミラー対決はね相性いいって麦が言ってたからね。まあ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 、よかったよかった、いやマジでねミラー対決っていうかボムバル対決結構ねうまいんす俺、てかなんか高回転のミラー対決は大体勝てます、昔から使ってるからね、いやー3連勝やばいな、熱くね、いやートップ200入りました。オッケー、もう一戦いこう。さあ来た。T&N は、スパーキーじゃなくて、三子かな。三子っすね。いや、まず三子やべえんだよな。三子ハゲちゃう。けど、まあワンチャンありますね。ワンチャンある、全然。三子ハゲるけど、2倍前に持ってければって感じっすね。うん。2倍前がね、マジできついんで、三子。あ、じゃあ2倍後がきついんで。これマジリトプリ一旦スタンね、オッケー、あー素晴らしい、めっちゃいい、
めっちゃいいですね。あー、なるほど。これボムで守りますか。ボムでいい感じに守ってくれたら幸せ噛み締めれるよ俺普通に。マジで噛み締めれる。これマジスキル打たないでお願いだから。打ってくるんだよなこういうやからは。こういうやから打ってくるんだよ。さあこれは生き玉で、はいはいはい、素晴らしい。ただ相手このタイミング空受けないんですよ。リトプリと3しかなくて、たポンプなんすよ、うん、防衛がね。だからここはもうバルンディガーで多分いけます。これ多分いけますね。これここら辺ぐらいにポンプクリオミノと、あー来なかった。まあ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 そんなもんですわ。えてでもこれ結構入りますね。結構入るぞこれ、結構入るぞこれ。よいしょ、はい、2発入りましたね。でかい、これだいぶでかいですね。でナイトここら辺に出しておいてあげて。やばいやばい、あー鼻くそナイト出た。マジで鼻くそナイト。あ、まあまあまあ、とはいえですね、全然耐えてる。で相手はまあここらで一発ポンプ立ってきたいんじゃないかな。まあもしくはナイト防衛。ああなるほどね。いやでもこのタイミングまたねリトプリ切った後なんで、でここマジ行っていいんだよな。三子がどうやろう出てくるかな。三子、いやこれ行きます、はい、これ行ってあげて、でこっちね、こっち行ってあげて、はい、でこっちにやってあげると相手はねポンプに何もできないと。はい、でもリトプリって一発入るんで、ああでもそれやるんやったら入らないですね。はい、で相手今多分エリクサないんで、ここはね進化スキル多分守れると思います。はい、守れますね。 OKOK。でレイジ切った後だからこのスキもちょっと怖いか。そうだよね、はいはいはい、うん。ここリトプリから行きますか。リトプリから行って、でまあ進化ライト結構強いんでこれ3試合手に。いやこれどうする。いやでも突っ込むべきよな正直。爆破があるから、そこっちは爆破強いんで、爆破が強いんでこれ突っ込みます。はい、突っ込んであげて、はい、よいしょ。でこれスキルかな、スキル打たないとやばそう。よいしょ、うーん、いや耐えてほしい、マジ耐えてほしい。おらいやどう、耐えれてるか。いや耐えれてはいるか、耐えれてはいるな、耐えれてはいるな。ほいしょ、はい、こっちで許容し上げて、いやめっちゃいい、あマジでいい。いやこれ完璧やぞほんまに、めちゃくちゃ完璧。さあ工場が多分ねこれ右に来るんかな、左か。じゃあまあこれボムで守ってあげて、あと14秒ですね。14秒耐えるだけ。俺ね14秒耐えた俺の勝ちねこれ。はい、そういうゲームです。いやいけるなこれ正直、守れますね。はい、でこれおいしょ、はい、いやーマジで熱っ三子勝てた、熱っこれ。いやーよかったよかった。2倍目でやっぱね結構ダメ争れたんがこれでかかったっすね。マジ2倍後三子やばいんで、三子の圧力半端ないんで。いや待って、マジで強え、4連勝したわ。見て、これもう一戦ラスト1終わりますかこれ。さあ来ました、です、来た。うわー嫌だわこれね。トロネのスケラなんすよね。ただまあ遅延スケラーっていうよりかは施設が入ってないスケラーっすね。なんでボーラーの方かな、ボーラースケラーかな。まあなんでまあワンチャンフあるけども、ハゲる普通に相手多分ねリトプリ、インドラ、ビビドラとか多分入ってると思うんで、まあ分からんけどね、多分そんな感じやった気する。です、いやどうやろうな、分かんない。でもねです、たまになんかジャイスケラーとか使ってたり、なんかいろんなデッキ使ったりするんで、まあちょっと分かんない。街怖いな、いやディガー飛ばすか、いや飛ばすか、さすがに、さすがに飛ばすか。まあ行きますか、まあ一旦ねこの位置行ってあげて、ナイト、うん、まあそうっすね、やっぱこれスケラっすねおそらく。これ裂きたくないな、矢なめ行きますか、裂きたくないで矢なめで行きましょう。はい、ナイト裂くとボーラー来るんで後ろから。うん、いやそう、いやでも多分スケラやと思うけどな。まあこれ一旦の後ろナイト、いや多分スケラな気するけどな、どうやろう分からん。あーやっぱそうっすね、いやこのナイト渋いよなマジで、マジ渋いんだよなこれ。でまあこれはボムでちょっと高めにやってあげる。でまああのボーラーまでやってくれた幸せ噛み締めれる俺はこのボンバで。ああいやまあこれはリトプリ出しましょう。はい、これ出してあげて、これはさすがに出そう。でトルネ来るかな、来ない、来ないんだよね。はいはいはい、まあ来るよね、そうだよね。これでスキルって言ってあげて、はいはいはい、いやーいい、いやこれやれたら、あ OKOKOK やれますね。しかも相手トルネ切ったでしょ今、やってねこれ、絶対やってんだろこれ、絶対やってんだろこれ、絶対やってんだろこれ、あやってるやってる、あマジでこれいくぞ俺。いや残るんだよなこれが、うわーマジで、うわ守れる、うわガチか、雪玉やったわこれマジで雪玉やった、うわマジやらかした、普通に普通にやらかした、雪玉でしたこれ、ほんまに雪玉やったわ。よいしょ、はい、でまあこれ雪玉までってあげて、うわ矢の雨じゃなかったかもな、雪やったら多分一発入ったかもしんない、リトプリのスタンが入ってね。やっぱリトプリのあのチュン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 の間が強すぎるような、火力高すぎるよ普通に。これはボム置いてあげて、
どうしよっかな、これマジどうしよっか。いやでもなんか相手あれだよね、なんか対空が多分インドラアーチャーより得意でしょ。だからナイトここやって、はい、でこれディガーこの位置ね、この位置当てたい、当てたい、気持ちは当てたい、当てたいけども、いやー雪玉が2個欲しい、マジ雪玉2個欲しいんだけど終わった。ちょ待って、このカウンターどうやって守るんっていうカウンターしてる。どうする、どうやって守る、マジで。いや守れそうか、一旦これ雪玉で、雪玉やなめ打ってからの、はい、雪玉、はい、落ち着いて、いやこの 2体は許容、 OK、 いや守れた、守れたことに感謝。いややりすぎじゃね。いやでも次シンカーチャなよな、シンカーチャだから、まあやりすぎぐらいがちょうどいいんか相手は。いやーやばい、マジで流れが、あのボーラー切ってくれるんだったらマジで、まあ、あの多分始め止めてくるから、これ止めてこない、止めてこないんだよねこういうやつら。止めてこないんだよね。ただこれは矢の雨でいけそう、矢の雨が熱い、矢の雨が熱い。さあリトプリのチュンチュあるけど雪の間で、うわーマジで入らへん、終わってる、マジで終わってるわ、ほんまに終わってる。これどうする、どうやって守る、どうやって守る、どうやったら守れますか、これ教えてほしい、普通に普通に教えてほしい、どうやって守れますか。ちょほんまにスキルきつい、ちょ待って、あーボーラーカードでしょ、ほんでこれもう流れ終わってりゃ、てか流れ一生来ないよこんなの、だって相手2枚あるもんな、普通にきつすぎる、マジきつすぎる。でインドラからの、そうだねインドラ来るけども、まあトルネでよいしょ下げてワンチャン、ワンチャン、いやまあそうっすね、はい、まあ、入らないと、まあこれがお決まり、まあお決まりっすね、はい、普通は入らない。普通は入らないからね、こっち寄せて、さあこう、いやーマジ終わってる、ちょどうやって刺すん、マジ教えてほしい、ケツバルーンだこれ、夢のケツバルーン、夢のケツバルーン掴んであげて、よいしょ、夢のケツバルーン、射抜かれてる、射抜かれてるけど、こう射抜き返して進化スキルを生かす、進化スキル生かす、いやどう、進化スキルは生きてない、まあでもこれやってくれたからリトプリ処理でしょ。いやちょっと流れはあるか、ちょっと熱いぞ、ちょっと熱い、熱い熱い、マジである、マジである、これマジである、これマジであるぞ、マジである、トルネからの、ワンチャン入る、ワンチャン入る、マジでワンチャン、ワンチャン、ワンチャン、おいふざけんなよ、それは入れよ、普通に考えて、それは考えて普通に入ってくれ、頼むから。いやーって終わった、マジでマジで終わった、これマジで終わったわ、フリーズ来るでしょこれ、いやそっち、うわーうわーうわー、おーマジかよ、無理やって、やばいやろこんな、アーチャー、アーチャーインドアリトプリフリーズ取るではね、もう鬼畜。勝てた方が奇跡、まあまあまあね、まあしょうがないです、今のはもうしょうがない、諦め、こんなん使ってるのはあいつしかおらんから、今のやつしかいないからね、あの使ってるデッキしゃあないっすね、事故に当たったと思いましょう、はい、まあということでね、まあこんな感じで、いやでも結構ねマジ強いんだよな、もう本当に 3C じゃない、バルーン強くてめちゃくちゃねいい感じなんですよね、めっちゃ連勝しましたね、いやーよかった、いやただこれはちょっときつかったな。まあ個人的には遅延性勝つ段がちょっと奇跡まであったけどね、うん、まあということでね、この動画だったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。次の動画で会いましょう、バイバーイ。